3人は9回最高の打者だ。そんな3人を打線の上位に並べられるのだから幸運だ。ロサンゼルスドジャースのデーブ・ロバーツ監督が発言しているように、ムーキー・ベッツ選手、大谷翔平選手、フレディ・フリーマン選手が揃う上位打線はメジャーリーグでも屈指の3人です。この3人は今シーズンもナショナルリーグ MVP の候補として名前が上がるほど、それぞれがリーグ最高レベルの打者の評価を受けています。対戦相手の投手からすれば、この3人が並ぶドジャースの上位打線は最も対戦したくない相手でしょう。そして最強トリオのうち大谷選手とベッツ選手は10年近くドジャースのチームメートとして一緒にプレーする可能性があります。ワールドシリーズを狙うチームメートでありタイトルレースのライバルでもある両者ですが、どんな関係性を築いているのかは気になるところです。そんな中、ベッツ選手から伝わってくるのは大谷選手のバッティングの凄さとプロフェッショナルだからこそ通じるリスペクトの思い。今回の動画では大谷選手が見せるバッティングの素晴らしさから2024年シーズンのタイトルレースを引っ張る大谷選手とベッツ選手の関係性などに注目していきます。今回もこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。驚異的なパワーと技術力、ベッツ選手、大谷選手、フリーマン選手についてドジャースのデーブ・ロバーツ監督は9回最高のバッターと断言します。どのような議論においても彼らが9回最高のバッターであることは主張できると思う。この3人について話すとき、そしてもう一握り、あるいは10人の選手について話すとき、彼らはその会話に加わる。この3人が上位にいるのは幸運なことだ。最初に思い浮かぶ言葉は大変なことだ。実際にロバーツ監督がこれほどまでに彼らを評価するのには説得力のある理由があります。2021年と2023年にアメリカンリーグ MVP に2度輝いた大谷選手、2020年のナショナルリーグ MVP のフリーマン選手、2018年のアメリカンリーグ MVP のベッツ選手たちには9回最高という評価がふさわしい選手は早々にいません。2018年は6年前、2020年は4年前と少し過去に思える人もいるかもしれません。しかしフリーマン選手とベッツ選手が MVP を獲得した年数に惑わされる必要はないです。2023年シーズンには2人はナショナルリーグ MVP レースのトップ3に入っており、彼らはまだ全盛期の最中といえます。そんな大活躍をした3選手が翌シーズンにチームメートになることはメジャーリーグでも滅多にありません。実際前シーズンの MVP 投票でそれぞれトップ3に入った選手が3人揃ってシーズンを迎えるチームは2004年のヤンキース以来20年ぶりのことだそうです。 MVP トリオがいかにメジャーリーグで貴重な存在であるのかは OPS という指標からもうかがい知ることができます。 OPS は平均に対する得点力の大きさをパーセンテージで表す指標で、 OPS が100の打者は平均的であり、OPS が150の打者は平均より 50% 高い得点力を持つと評価されます。2023年シーズン、大谷選手が184、ベッツ選手が163、フリーマン選手が161の OPS を記録しており、もし彼らがチームメートとして2024年シーズンも160以上の OPS を揃って達成すれば、それもまた歴史的な出来事となるでしょう。なぜなら1900年以降にメジャーリーグの球団で1シーズンに OPS160 以上を記録した選手が3人いたのは、ウィリー・メイズの175、オーランド・セペダの165の、ウィリー・マコビーの161を記録した1963年シーズンのサンフランシスコ・ジャイアンツと、ベーブ・ルースの193、ルー・ゲーリックの166、トニー・ラッツェリの160を記録した1929年シーズンのニューヨーク・ヤンキースの2チームだけということが、この記録の貴重性を物語ります。この歴史的記録の期待がかかる3人ですが、現在の段階で大谷選手が190で OPS リーグトップ、ベッツ選手が178で OPS リーグ3位の状況です。フリーマン選手と正捕手のウィル・スミス選手が138で並んでいるので、この記録の達成のためには彼らの残りの試合での頑張り次第ということになります。
ここまでドジャースの歴史的な MVP トリオについて紹介しましたが、改めてわかるのが大谷選手が残す成績と影響力です。2度目のトミー・ジョン手術によって、不幸にもドジャース1年目は打者へ専念することとなった2024年シーズン、打撃に集中することとなった中で、大谷選手はこんな発言をしています。時間的に余裕があるのはもちろん、体調管理をしやすいというのはその通りかと思いますけど、あんまり考える時間が長すぎるのもあまり良くないかなと思うので、基本的には練習時間とかデータを見る時間とかは一緒にはしています。例年と打者への専念によって体調管理がしやすくなったという大谷選手は、驚異的なパワーと技術力を持って新天地で圧倒的なバッティングの実力を示しています。大谷選手の驚異的なパワーの一端が垣間見えたのが、花巻東高校の先輩であるトロントブルージェイズの菊池雄星選手との対戦でした。4月後半の対戦で実現したこの対戦で、大谷選手の第2打席に菊池選手がこの日最速となる158キロのストレートを投じます。そのストレートをライト前に弾き返したタイムリーヒットは、打球速度 191.8 キロの痛烈な当たりでした。この衝撃的な打球スピードに菊池選手も呆然とするしかありません。投じた瞬間に外野へと届くような打球を目線で追い切れない菊池選手には同情するしかありません。インコースの悪くないボールだった、自分自身も腕を思い切り振ったボールだったけど、投げた瞬間にライト前に行っていた。打球が速すぎてちょっと見えなかった。この大谷選手が菊池選手から放った打球は、2022年4月10日のヒューストンアストロズ戦で打ったエンタイトルツーベースヒットの 191.6 キロを上回り、ヒットとしての自己最速を更新する一打でした。さらにヒット以外の打球では、韓国で行われた2024年シーズン開幕戦でサンディエゴパドレスのダルビッシュ有選手から放ったファウルも同じく 191.8 キロを記録しています。大谷選手のバットから放たれる打球のスピードはメジャーリーグでも文字通りトップです。2024年シーズンのメジャーリーグ全体での最速のヒットは、4月23日のナショナルズ戦で大谷選手が打った191キロのホームランでしたが、この記録を菊池選手からのヒットで更新したことになります。ナショナルズ戦のホームラン後にはインタビューでこう答えていた大谷選手。そうですね、感覚的にも人生の中でトップクラスじゃないかと思います。人生でもトップクラスの打球をすぐさま更新する打球を放つことに、大谷選手のバッティングの充実度がうかがえますね。ロバーツ監督もこの衝撃的なホームランについて驚きの言葉を並べています。あんな打球を打てる選手は数人しかいない。あれはトップスピンのライナーで2階席に届くほどのものだった。だからそんなことができる男はそういないよ。もともと大谷選手は打球速度はメジャーリーグでも屈指の選手でした。毎年メジャーリーグの上位 1% に数えられていたほどです。その中でも2024年シーズンの大谷選手の平均打球速度は過去6シーズンと比べて最も速くなっています。その打球速度を含めてスタッツキャストであらゆる打撃指標を見てもリーグ最高クラスの成績をここまでの大谷選手は残しています。このスタッツキャストではその選手のそれぞれの指標がメジャーリーグの打者全体の中でどのレベルにあるかを測っています。打者を1から100までのグループに分け、最も優れたグループを100とします。それを踏まえて大谷選手の打撃指標をいくつか紹介します。打球の角度や速度をもとに得点を予想する期待値、4割6分7厘100、打球の角度や速度をもとに打率を予想する期待値、3割5分2厘100、打球の角度や速度をもとに長打率を予想する期待値、6割8分2厘100、平均打球速度 94.899、 ハードヒット率 59.8% 99、打球速度98マイル以上、打球角度26-30の打球を打つ確率 19.5% 99。今回紹介したデータは決して馴染み深いものではありませんので、すぐに内容を理解するのは難しいかもしれません。しかしこれらの数字からわかるのは、大谷選手がメジャーリーグでも圧倒的なバッティングをしていることを裏付けていることです。野球は運のスポーツと言われることもありますが、
当然のことながら大谷選手が残すバッティング成績には運の余地が介在しない。明確な実力であることがこの数字からは理解することができます。ただこうした指標の中でも馴染みやすいのがバレルゾーンです。このバレルゾーンとは、得点につながりやすい打球速度と打球角度の組み合わせの分類で、メジャーリーグでは非常に重視されています。打者はバレルゾーン内の打球を打つことで、平均すると2塁打以上の長打になる可能性が高まるということが分かったことで注目され始めた数値です。得点を生み出すためには出塁率、長打率を合わせた OPS が重要であり、それとバレルゾーンは強い相関があります。簡単にまとめれば、バレルゾーン内の打球が増えることで得点の可能性が増え、勝利につながりやすくなるということです。バレルゾーンの分類は簡単で、打球速度と打球角度の組み合わせで分類できます。打球速度が158キロからバレルゾーンが出現し、その時の打球角度は26、30度とされています。そして打球速度が上昇するにつれ、打球角度の幅が大きくなり、打球速度 186.7 キロ時に打球角度は8、50度となっています。つまり打球速度が上昇するほど、バレルゾーンに入る打球角度の幅が増えるので、長打になりやすくなるということがわかります。大谷選手の打球速度が注目されるのも、このバレルゾーンがあるからこそです。勝つためには得点が必要であり、得点のためには長打が求められます。その長打を打つために、バレルゾーン内の打球を放つのが大谷選手の驚異的なパワーと技術力です。こうしたことを踏まえて、大谷選手のバッティングのパワーと技術を語る野球関係者の声を見てみましょう。先日、大谷選手が更新するまで日本人メジャーリーガーのホームラン記録を保持していた松井秀喜氏は、大谷選手のバッティングの凄さをこう語ります。もちろんパワーはすごい、技術も高いですよね。あれだけ逆方向にでかいホームランは左バッターはなかなか打てないですよ。普通はね、あのパワーがあるからこそ目指せる技術があると思います。今までの選手にないような打ち方をするでしょ。ノーステップっぽい感じで打つのにあれだけ飛ばせる。彼も昔は足を上げて打っていたよね。ノーステップで打てるってことは余計な動きがなくていい、余計な体重移動もないし、それは彼が言っていることを彼自身が体感しているから、パフォーマンスとして出せるのでは。体ができていくにつれて目指せるようになったんじゃないかな。年々すごいバッターになっているという気がしますね。松井氏は、大谷選手が常に新しいバッティングを求めて変化し続けていることを指摘します。似たようなことを指摘する人物が現役選手にもいます。ロサンゼルスエンゼルスでチームメートとして戦い、最も近くで大谷選手の成長を見てきたマイク・トラウト選手です。翔平は野球選手としてあらゆる才能に恵まれている。そうした才能をようやくまとまった形で発揮できるようになったんだ。他の選手の癖を見極めたりして勉強している。野球というゲームを真剣に学ぶ彼はそばで見ていて楽しい。翔平は鳴り物入りでメジャー入りし、僕らも試合のハイライト動画を見ていた。だがあの頃の彼は自分のプレーをまとめきれていなかった。才能にはとても恵まれていたが若かった。それが今やっと本領を発揮している。大谷選手はあらゆる才能があったと指摘するトラウト選手、そしてその才能を生かす方法を生かすため真剣に学ぶことをしたから大谷選手の今があるというのは興味深い指摘ですね。そしてドジャースに移籍した大谷選手はバッティングで新しい領域に取り組んでいます。必要以上に広げていると感じていたから少し話し合いたいと思っていたんだ。彼がバットを振ればいつでも試合を変えることができる。ストライクゾーンの見極めがよりできればさらに怖さが増すだろう。大谷選手は得点を増やす効果を狙うためバレルゾーンの打球を磨いてきました。その中で早く強い打球を放つためにはフルスイングが絶対に必要です。大谷選手が残す圧倒的なパワーは間違いなく素晴らしいものでしたが、犠牲になったのは確実性やバットにボールを当てることでした。大谷選手はドジャース移籍以降その課題を克服しようとロバーツ監督と取り組んでいるのです。打者なら打ちたいと思う。翔平は昨日の蜂のようにアグレッシブだ。彼らは大事な場面で打ちたいんだ。打点を上げるなら彼の右に出る者はいない。先日も話したけれど彼はストライクゾーンをコントロールできている。でも彼には長打を打つという遺伝子がある。
それはいいことだ。ロバーツ監督は会見などでたびたび大谷選手のストライクゾーンに関して指摘しています。圧倒的な長打力を残しつつ三振も減らすことができればますます大谷選手の打棒に手がつけられなくなりますね。そしてこうした取り組みは徐々に功を奏しつつあるとロバーツ監督は感じているようです。彼が捉えている打球のすべてがニトロゾーンだ。ニトロゾーンではない球、今日の最後の打席で言えばカウント3-1から低めの変化球を見送り、次も低めの球を見て出塁していた。相手がそこに投げてこなかったら彼は四球を選ぶし、そこに来たらぶっ飛ばす用意ができている。今の彼はストライクゾーンのコントロールができている。実際にここまでの大谷選手は過去のシーズンと比べても三振を喫した打席が減少傾向にあります。2021年シーズンから三振の割合が 29.6%、 24.2%、 23.9% と推移し、2024年シーズン途中までですが 19.1% と初めて 20% を下回っているのです。おおよそですが3年前は3打席に1度の三振、2年前と昨年は4打席に1度の三振、今年は5打席に1度の三振と考えれば彼のバッティングがよりアップグレードされていることがわかりますね。そして大谷選手がストライクゾーンの見極めを身につけ、今まで以上にバットにボールを当てるようになれば、その打球はとんでもない打球速度で飛んでいきます。まさに鬼に金棒ではありませんが、どんどん大谷選手のバッティングの武器が洗練されていきますね。これほどまで進化するバッティングから放たれる大谷選手のホームランはもはや直接見る必要がないと指摘するのがジャーナリストのハワード・コール氏です。素晴らしい。目を閉じてただ打球音を聞くだけで大谷翔平のホームランだってわかるよ。なんて選手だ。全く聞き飽きない。インパクトがすごすぎて音だけで大谷選手と指摘するコール氏。それだけ大谷選手の放つ打球が強烈ということですね。百聞は一見にしかずと言いますが、大谷選手のホームランは一度聞くだけで凄さが十分に伝わると考えると凄まじさが再確認されます。この規格外の打球を最も身近に感じているのがチームメートでもあり MVP を争うライバルでもあるベッツ選手です。もしそれが僕に当たったら僕はおしまいだ。僕の体重は175ポンドなんだよ。時速120マイルのラインドライブは受け止めることはできない。大谷選手の前の打順である1番を打ち頻繁に出塁するベッツ選手にとって、左へ引っ張った強烈な打球は死活問題です。その強烈な打球の対策としてベッツ選手は一塁に出塁した際、大谷選手が打席に入るとリードを取る距離を微妙に変えて飛んでくるかもしれない打球に備えているというのです。ベッツ選手のリードのルーティンすら変えさせてしまう打球には驚きしかありませんね。そして毎試合のように大谷選手の驚異的なパワーを肌で感じるベッツ選手は大谷選手へのリスペクトの思いを隠しません。自身のインタビューにも大谷の話題に、僕から一個だけ、憧れるのをやめましょう。ファーストにゴールドシュミットがいたり、センターを見ればマイク・トラウトがいるし、外野にムーキー・ベッツがいたり、野球をやっていたら誰しも聞いたことがあるような選手たちがいると思う。憧れてしまっては超えられないので、僕らは今日超えるためにトップになるために来たので、今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて勝つことだけ考えていきましょう。大谷選手がメジャーリーグに渡ったのが2018年。この年のアメリカンリーグ MVP が当時ボストンレッドソックスに所属していたベッツ選手でした。雲の上の存在とも言えるような選手だったベッツ選手と今や大谷選手は肩を並べています。そして今やベッツ選手から大谷選手へ最大限の賛辞が送られる場面も見られるようになっているほどです。まずベッツ選手を驚かせたのが大谷選手の人気っぷりです。野球に関するアメリカのインフルエンサーのバッドボーイズの公式 SNS から大谷選手目的の取材陣の多さを尋ねられると笑ってこう答えています。毎日だよ毎日。さらにベッツ選手は大谷選手に関する質問を毎日受けるのかも尋ねられます。最初は結構毎日だったよ。だからコメントするのをやめたんだ。誰かに翔平のことを聞かれてもコメントしないようにした。みんな彼を見ているだろうし、世界中の他の人と違って僕だけに見えることは何もない。ただ翔平だと思うだけで、オーマイガッシュ、翔平大谷だよ。
と思うことはない。みんなと同じようには彼を見ない。そうすべきなんだろうけど、そういうふうに彼を見るのは僕たちが現役を終えてからにするよ。努めて大谷選手のことを過度に意識しすぎないようにしていると正直に話すベッツ選手。注目を集めることでスーパースターにとって大きな負担になることを配慮してのことでしょう。シーズンが始まる前から負荷がかかりすぎないようにしようという心配りがあったことを感じさせます。ロサンゼルスの専門テレビ局スポーツネット LA のインタビューでも、お互いに自分のやるべきことに集中しようと言います。とても大きなポテンシャルを秘めていると思う。とても楽しい打線になる。翔平伝説を間近で見られることにすごく興奮している。すごいよ。自分のやるべきことに集中して取り組んでいる。僕も自分のことに取り組んでいるので、またそれほどじっくり交流する機会がないんだけどね。ただシーズンが進むにつれて、ベッツ選手も思わず大谷選手の活躍に見入られてしまいます。約191キロのホームランを放った翌日に、約186キロの打球速度を放つ大谷選手のバッティングに開いた口が塞がらないといった様子でコメントを残します。彼のやっていることは誰にもできない。彼についてコメントするのにこれ以上言葉が見当たらないよ。そして極めつけはベッツ選手のインタビュー中に起こります。彼はなんと自らのインタビュー中にいきなり大谷選手の話をし始めたのです。シーズン前まではお互いに自分のことに集中しようと言いつつも、聞かれずとも思わず喋り出してしまうほど大谷選手の活躍が輝かしいものであることが分かりますね。さらにベッツ選手の大谷愛は続きます。自らがメイン MC を務めるネット番組オンベースに出演し、大谷選手の投手復帰を心から楽しみにしていると語ったのです。ベッツ選手が選手を招いて対談形式で行われるこの番組、同僚のタイラー・グラスノー選手を招き楽しくトークを繰り広げます。グラスノー選手がタンパベイ・レイズからドジャースに移籍した際には、大谷選手のビデオメッセージが送られており、その時のことをベッツ選手は質問します。結構前のことだから忘れかけているけど、本質的にはドジャースと契約してほしい、あなたのために、そしてチームのためにたくさん本塁打を打ちたいみたいなことを言っていた。そして言った通りのプレーをしている。最高の仕事をしているよ。自分にとって最も重要なことはチームが勝つことだった。彼がチームにいること、そして契約を後払いにしたり、ビデオを作って選手を獲得しようとしたりしていて、勝ちたいならこのチームだと思った。悩むこともなかったね。オフシーズンから大谷選手がドジャースのために動いていたのは興味深いですね。またベッツ選手もやっぱり大谷選手に興味津々なことが分かりますね。実際にそんな答えを聞いたベッツ選手はいきなりこんな話をしだします。心から楽しみにしていることがあるんだ。彼の登板だよ。ドジャースでの大谷選手の投手復帰を期待するコメントを残すベッツ選手。もう十分に大谷選手に魅了されていそうなベッツ選手ですが、まだまだ大谷選手の活躍に期待せずにはいられないとワクワクが止まらないようですね。名門の一番バッターを全うするメンタル。チームメートとして大谷選手と一緒にプレーすることになり、大谷愛を隠さないベッツ選手。大谷選手を称賛する言葉を聞いていると、ファンと同じ目線で大谷選手の活躍を楽しんでいるように見えますが、彼もまたメジャーリーグの歴史に残るスーパースターです。大谷選手の隣で影響されずにプレーすることの難しさについて質問されると、こう切り返します。そんなに難しいことではないよ。彼ができることの 90% は俺にはできないことだから、俺はそれをやろうとも思わない。俺はムーキーであって、自分ができる最高のムーキーベッツでいることが自分にできることのすべてだ。6インチ背を伸ばして50パウンド体重を増やすことはできないよ。大谷に関して何か他に言える言葉がもうない。だがチームにはいい時もあれば悪い時もあるから、みんなが毎日プレーしに来ることが重要だ。その日がどうなるかわからないのだから。実際にこの言葉が示すように、ベッツ選手は4月のナショナルリーグの月間 MVP を獲得。彼らしいプレーを続けます。そして驚くべきことに、ベッツ選手もまた進化し続けるプレイヤーであるということです。今シーズンからゴールデングラブ賞を6度受賞した外野手から二塁手へと本格的にコンバートすることが決まっていたベッツ選手ですが、シーズン中に異例の遊撃手への再々コンバートが決まったのです。
それでも変わらずに打撃でリーグ最高レベルのバッティングを維持し続けるのがベッツ選手です。そんなベッツ選手の無謀とも思えるコンバートに、大谷選手も1週間なら遊撃でプレーできると聞かれ、こんな回答をしています。絶対に無理ですね。一緒にインタビューを受けていたベッツ選手はにこやかに返します。いやいや、彼は何でもできる。いつでも遊撃手を引き継いでくれる。絶対できると思うよ。もちろん大谷選手も遊撃手の選手として子供の頃からプレーし、18歳のプロ入り後も遊撃手に専念していたら十分に才能を発揮していたでしょう。しかし大谷選手といえど、いきなり遊撃手でプレーするのは無理と感じるのは納得できます。その無理に近いことをやってのけているのがベッツ選手です。ドジャースはこれまで右翼手として6度のゴールドグローブ賞を受賞し、 MVP 経験者であるベッツ選手を2024年シーズンから二塁手に専念させる異例の決断をしました。そしてそこからさらにマイナーリーグ時代を含め、ほとんど経験のない遊撃手へさらにコンバートするギャンブルに出ました。この決断の背景には、ベッツ選手と二遊間コンビを組むギャビン・ラックス選手の事情がありました。もともと二塁手として出場機会の多かったラックス選手が遊撃手としての送球が不安定だったため、彼を二塁手に戻し、ベッツ選手が新しい遊撃手のポジションに就くという苦肉の策とも呼べるものです。本来であればスター選手のポジションから逆算してチームを構築するのがセオリーです。ベッツ選手も長年実績を積んできた右翼手としてどっしり構えることが許容される選手です。しかし2021年には氷シーガー選手、2022年にはトレーターナー選手がチームを離れ、二遊間が手薄な状況でした。こうした事情もあり、2023年シーズンからベッツ選手は二遊間を守ることとなり、正式にコンバートされるに至ったのです。2011年にレッドソックスから内野手でドラフト指名を受け、2014年のシーズン途中で外野にコンバートされるまで主に二塁手を任されてきた選手が10年ぶりに内野を守ることになっても、ノーを言わないベッツ選手のプロフェッショナルぶりは信じられないものがあります。チーム事情に振り回される形で守備位置が変わることも、全てはチームが勝つためとベッツ選手は答えます。みんなが同じ方向を向いている。全く気にしていない。とにかく勝ちたいだけだ。何百万回と言い続けているが、最も重要なことは勝つことであり、自分は勝ちたくて仕方がない。どこのポジションを任されようが、ダイヤモンドに立つ限り自分ができることに最善を尽くす。ベッツ選手がこれほどまでに勝ちに飢えていることは、大谷選手の勝ちにこだわる姿勢を彷彿とさせるものがあります。とはいえ、外野から内野、それも遊撃手へのコンバートはスムーズにはいきません。繊細かつ大胆なスローイングの角度や俊敏なフットワークは気持ちでどうにかなるものではありません。実際に2024年のシーズン序盤には遊撃手の守備で目に見えるミスも散見されており、ベッツ選手もそのことを自覚しているそうです。ベッツ選手ほどの最高級の才能をもってしても、付け焼き刃ではうまくいかないことをまざまざと見せつけられたといえます。しかしそんなことで折れないのがムーキー・ベッツ選手という選手です。遊撃手としてチームが勝利する栄光をつかむため、毎日雨の日も晴れの日も彼は練習に励んでいるのです。何度も何度もノックを受けることで、以前より上手くなるようにコーチと技術を細かく確認することで向上を図っている日々をベッツ選手は過ごします。リノ・エベル内野手コーチが言うように、ベッツ選手を支えるのは必要なほどのハングリー精神です。彼は野獣だ。ベストを求めることに執着している。とにかくベッツ選手は目の前に壁があれば登りきらずにはいられない性分のようです。自らの限界を自らで決めず、常に新しいチャレンジがあればそれに黙って取り組むのがメジャーリーガーとしての彼の原点にあるのかもしれません。それが示すように、ベッツ選手の才能は野球だけではない。シーズンオフにはボーリングのプロボーラーとして活躍していることは有名です。さらに学生時代にやっていたバスケットボールは、若い頃にダンクシュートを披露すればシュートも巧みで、過去のプレーしている映像を見ても惚れ惚れするほどと評価されています。そしてアメリカンフットボールもプレーしていた学生時代を送っていたというのだから驚きです。どんなスポーツにも果敢に挑戦し、技術をものにしてしまうのがベッツ選手です。
今回の遊撃手へのコンバートも彼にとっては乗り越えるべき壁として絶好の高さなのかもしれません。またベッツ選手には2023年に経験した払拭したい苦い経験もあります。ナショナルリーグの MVP 投票で2位に入るほどの充実したシーズンを送ったベッツ選手、ところがポストシーズンでは地区シリーズのダイヤモンドバックス相手に11打数0安打の大スランプを経験したのです。キャリアを通じてポストシーズンに出るのは7度目で、無安打は初という全くチームの勝ちに貢献できないベッツ選手にとって屈辱を味わったことになります。この苦い経験をベッツ選手はこう振り返ります。ドジャースのために何もできなかった、チームに貢献できる選手だということに誇りを持ってきたのに、一番大事な時に何もできなかった。ベッツ選手がポストシーズンに味わった不調は個人成績を意識してしまったからと指摘するのがロバーツ監督です。40本塁打を追いかけたことが関係したんだと思う。彼は同意しないかもしれないが、野球選手が数字を追いかけるのは自然なこと、理解できる。8月を終えた時点で38本塁打、ナショナルリーグでアトランタブレーブスのロナルド・アクーニャ選手と MVP 争いをしていたこともあり、40本塁打の大台を意識しスイングも微妙に変わってしまったという指摘です。自らのタイトルを意識した結果、ベッツ選手の9月の本塁打はわずか1本、月間打率も2割4分1厘と低調な成績に終始し、そのまま地区シリーズに入ってしまった結果が大スランプという分析です。チームが勝つために何でもすると宣言するベッツ選手にとって、ロバーツ監督の指摘は重く押しかかったことでしょう。そう考えれば無茶とも思える遊撃手へのコンバートをチームのためと受け入れるベッツ選手の思いはより一層重い決断だったことがわかります。ベッツ選手はポストシーズンの敗戦の後リベンジを期し、わずか1週間足らずの休養を経てすぐにトレーニングを再開させたそうです。冬の間はシアトル郊外のトレーニング施設に通い詰めたそうです。そんな覚悟を持って臨もうとするベッツ選手と、隣に肩を並べることになったのがベッツ選手以上に価値に飢えている可能性もある大谷選手です。ベッツ選手は大型補強で勝つことが期待される状況を喜びます。大変だけど期待されている方が楽しい。みんな勝つためにプレーしている。自分の役割を果たすだけだ。2023年に味わった悔しい思いを糧にして、これからベッツ選手が大谷選手と共にどんな戦いを見せるのか目が離せません。今回の動画では規格外の大谷選手のバッティングに驚くベッツ選手と、そんな彼の勝ちに対するこだわりについて紹介しました。全員が勝利に対して同じ方向を向いているということが大事だと思うので、オーナーグループもそうですし、フロントの皆さんもそうですし、もちろんチームメイト、ファンの皆さんもそうですし、みんながそこに向かっているっていうのが一番大事かなと思います。ドジャースに加入する会見でチームの勝利に向く姿勢に共感したことを話していた大谷選手ですが、ベッツ選手を知れば大谷選手の考えに納得できます。彼らが目指すのはあくまでワールドシリーズチャンピオンで、それしか見据えていないでしょう。しかし大谷選手とベッツ選手にはある偉大な個人記録の挑戦権があります。両リーグで MVP を獲得した選手はフランク・ロビンソンが1961年に現シンシナティ・レッズ、1966年に現ボルティモア・オリオールズで獲得したたったの一人だけしかいないのです。もし大谷選手かベッツ選手がナショナルリーグで MVP を受賞すれば、その一人だけのリストに加わることになる快挙となります。チームが勝つために彼らが最善を尽くすことで MVP を獲得するほどの活躍を期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、グッドボタンをお願いします。最後まで見ていただけた方はぜひコメントをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。